喋れない障害のある小さな子供たちのお話です。私が病院へ親族の通院付き添いをしていたとある心療内科の病院でのことです。両親に連れてこられた子供さんから、ここの病院のお薬飲まされると体が動かなくなって眠くなるから嫌だという念が私にずっと来ていました。念が伝わりやすく助けてほしい子供たちは病院から帰ろうとする私たちへ追いかけてきたりするのです。保護者側ではないただの患者の付き添いの私ではどうにも対処できない状況でしたが、少しでも念のわかる方、あるいは深い気持ちの伝わる方々が医療へ携われたらと強く感じました。ただ医院内では漢方薬も扱っており、医療も日々日進月歩進化しているので、そこも頼りたいところです。そうしたら親御さんたちも安心かと思われます。そして心療内科専門医以外にも、親としても自分の子供を信じる勇気、あるいは薬に頼らない方法も見つけられたらと強く願っています。長くなりましたが、ご視聴くださりありがとうございます。感謝しています。